官の小泉一馬です。青木島遊園地を廃止することに断固反対いたします。荻原市長就任以来最大の失政が行われようとしています。ぜひこれを回避し、市長の名誉と子どもの権利を同時に守りたい。市長が廃止を決裁した際の資料を資料2として議場配布いたしました。私は事務方が市長に届けていない情報を提供し、廃止とは異なる結論を導き出したい。市長には最後に質問するので英断を下す準備をしておいてください。質問しました。はい、はい、そっか資料1です、青木島児童センター、青木島保育園、青木島小学校に囲まれるという絶好の立場に立地にある同遊園地はこれら施設と連携する利用を想定して設置されたと聞きます。各施設特に児童センターによる利活用は円滑に行われてきたのかについてまず伺います。平井子ども未来部長。隣接する児童センターの利活用ですが、遊園地の設置後まもなくは遊園地を利用しておりましたが、平成20年にボール遊びが禁止されたことに伴い自由に遊ぶことが難しくなったとお伺いしております。その後長きにわたり地区役員さんを中心にご意見申し立て者へご理解いただけるよう取り組みもなされたとお聞きしておりますが、令和3年3月にご意見をいただいた方から5人くらいの少人数でできるだけ声を出さないように遊んでほしいとの要望があった以降は児童センターでは利用していないとのことであります。また保育園として遊園地は現在利用していない状況であります。以上でございます。小泉一馬議員。報道によりますと廃止の発端となる苦情は特定の1世帯かということですが、これは事実でしょうか。北沢都市整備部長。お答えいたします。私どもに寄せられていた意見は一世帯のみでございます。小泉一馬議員。情報公開文書の調査で受けた印象は市職員のもう疲れた廃止したいという感情です。廃止するにはどうすればいいかという点から議論手続きが始まっています。 NHK 等のメディアを通じ本件は全国的に社会問題として認識されています。対応次第では長野市にネガティブなイメージを与えかねません。しかし長野市が解決のモデルを示せば全国にポジティブなメッセージを発信するチャンスでもあります。昨年10月遊園地運用に係る会議で青木島地区区長会から苦情にどう立ち振る舞うのが正しいか弁護士に紹介するよう求められた市は翌12月会議でどのように伝えたでしょうか。北沢都市整備部長。
お答えいたします。弁護士からは遊園地で子どもが遊ぶこと、またその騒音がその騒音の周囲に与える影響については本件の場合違法性はなく、遊園地を通常の利用の仕方で遊んでいる場合の騒音等については受任のできる範囲とされており、毎晩大騒ぎをするとか限度を超えた支援でなければ近隣の方は受任の義務がある、堂々と遊んでいいということになるという旨をお伝えいたしました。小泉一馬議員。資料3ですが、これは市の顧問弁護士の見解についての報告書です。12月会議と市長レクで伝えていない部分に下線アンダーラインですね、引きました。念のためその部分を読み上げていただいた上で、この文書が市役所発出のものであることを確認してください。北沢都市整備部長。市長レクの資料の中ではそのことはお伝えしていない、記録からそのように判断いたします。小泉一馬議員。もう一度言います。資料3の下線部を読んだ上でそれが市が発出したものだと確認してください。読み上げて。北沢都市整備部長。下線部を読み上げさせていただきます。行為の子どもの声がうるさいという理由で子どもを遊園地で遊ばせないということは、脅迫罪業務妨害にあたる、公園で子どもを遊ばせまたはその騒音について違法性がない旨を説明する。下線部は以上でございます。小泉一馬議員。はい、直ちに逮捕起訴されるレベルかを置くとしても弁護士が専門的な見解として苦情元に脅迫罪業務妨害という違法不当な行いがあったとしています。トラブルの責任が苦情元に方にあるという遊園地存続を判断する上で決定的に重要なこの情報を区長会市長に伝えていない、つまり資料245にはない廃止ありきの情報操作であります。地元区長会の後援廃止方針決定は情報が隠された結果であり手続きの上の重大な欠陥があり無効であります。さて、愛護会活動が継続できない理由について伺います。平井子ども未来部長。これまで青木島遊園地の愛護会活動は長きにわたり児童センターが保護者の協力をいただきながら行ってまいりましたが、コロナ禍以降は保護者の参加が困難であり児童センターの館長が単独で行ってきたと伺っております。雑草の繁茂期には 1、2ヶ月ごとに暑さを避けて早朝などの時間に草刈りを、
また秋には大量の落ち葉を片付けるなど、いずれもボランティアで対応してきたところでございます。しかし児童センターの子どもたちがほとんど利用していない状況であることから、児童センターとしてはこれ以上青木島遊園地の愛護会活動を継続することはできないと判断されたものでございます。小泉一馬議員。愛護会会員は100人もいると聞きますが、活動を呼びかけても一人も応じなかったのでしょうか。平井子ども未来部長。保護者会が愛護活動に参加できていたのはコロナ禍の前まででございます。コロナ禍におりまして、仕事の関係、エッセンシャルワーカーの皆様もいらっしゃったりとかしますので、集まって全員での作業というのはできなくなっている状況でございました。小泉一馬議員。つまり新型コロナが理由だから愛護会活動ができていないということなんですよね。そんなのどこの遊園地でもあり得る話でありまして、ここ特別な話じゃないんです。先月愛護会を主催する児童センター館長に聞きました。新型コロナのため活動を呼びかけていないというのが活動していない主な理由で、コロナが収束すればまたできるとのことでした。資料2に廃止の決定要因として愛護会の解散とありますが、またできるというのだから適切な表現ではありません。二輪草刈り機を運び込み、草刈りをしてくださる住民が遊園地の近隣にいることを子ども未来部長はご存知でしょうか。平井子ども未来部長。施設を管理している施設長並びに指定管理者である社会福祉協議会の方からそういったことは報告を受けております。小泉一馬議員。このようにボランティアパワーを愛護会が活用しても良いはずなんですよね。で、資料6のように市が自身の遊園地、自身で遊園地を草刈っている事例も19あります。官民で知恵を出す工夫を最大限行わずに遊園地を投げ出すなど、あってはならないことではないでしょうか。さて、遊園地でかなりの音の発生があると言いますが、それはどの程度の測定数値で、いつの記録か、これについての顧問弁護士の見解はどうなのか伺います。北沢都市整備部長。お答えいたします。遊園地開設当時には一度に40人から50人の利用者がありましたが、測定の記録はございません。また現在はほとんど遊園地が使用されず、当時と状況が異なるため測定は行っておりません。また測定値がないため顧問弁護士への見解は伺っておりません。小泉一馬議員。資料2でいう 4,50 人が一斉に拡声器の号令のもとに遊ぶっていうのは具体的にどんな遊びだったんですか。直近ではそのような遊びが行われたのはいつのことですか。北沢都市整備部長。
答えします。40人が遊んでいたのはどのような遊びをしていたかということに関しては私は確認は取れておりません。また拡声器を使ってというのは近隣の方からそのような状況があったという形でお聞きしております。小泉一馬議員、いつって聞きました。北沢都市整備部長。その明確の時期については把握しておりません。小泉一馬議員。近隣の方というのは苦情元でいいですね。北沢都市整備部長。ご意見をいただいた方からそのようにお聞きしております。小泉一馬議員、はい、公園を廃止するのは客観的なデータで論じるべきであって、記録を残さない都市整備部、子ども未来部は双方に怠慢があったと言わざるを得ません。苦情元の主観に基づいて遊園地廃止が論じられるべきでないのは当たり前のことではないですか。さて資料7ですが、苦情元から騒音砂ぼこりの害があるの主張に対し、市が植栽と対策工事を行っています。その概要とは、現在の工事基準単価に照らした場合の積算額はいくらか、遊園地出入り口の施設については市は当初抵抗していましたが、その理由は何でしょうか。北沢都市整備部長。お答えします。当時の書類は保存期間が経過しているため、公園管理台帳で確認した内容としまして、平成21年3月13日の完了の工事で出入り口の移設、遊具の移設、植栽を実施しております。また平成21年7月10日完了の工事では低木の植栽、客土を実施しております。続きまして、現在の工事基準単価に照らした場合についてお答えいたします。現在の基準に照らした積算額は当時の工事価格に対して約 5% 高い97万2000円に相当すると考えます。続きまして、公園の出入り口の変更についてお答えいたします。平成20年5月30日の協議録では、遊園地の出入り口については遊園地北西の角付近に移設してもらいたいという要望に対し、市はカーブ付近に出入り口を移設するのは安全の確保の面から必ずしも良くない、必ずしも良いとは言えないとしております。小泉一馬議員。その資料7の2ページですが、安全確保以前に出入り口を移してもらわないと困るという苦情元の言葉も記録されている通りです。
なぜ一件の要望に応え、ここまで公金をつぎ込むのかは理解できません。子どもの安全よりも苦情元のご機嫌取りを優先する市の姿勢が、苦情元を増長させたとすれば、猛省を促したいと思います。さて、児童の遊園地につきましては、設置要項と明文の規定がありません。設置目的等を明確に明文で決めるべきではないですか。北沢都市整備部長。お答えします。他都市の状況を見ますと、中核市の4分の1にあたる市において要項が政令されていることが、これら事例を参考にしながら必要性を判断してまいりたいと考えております。小泉一馬議員。さて、これまで苦情元から児童センター本体施設内の子ども、あるいは保育園小学校への苦情はないのでしょうか。平井子ども未来部長。遊園地廃止に伴うセンターや保育園への苦情等はございません。勝野教育次長。次長。青木島小学校からは、青木島遊園地を利用した際にうるさいとのご意見を学校が受けたことがあると聞いております。小泉一馬議員。これまで苦情元からの苦情って聞いたんですけれども、これまでの苦情元からの苦情と聞きました。平井子ども未来部長。児童センターが開館した間もなくですけれども、ボール遊びについていろんな意見をいただいております。また令和3年3月には意見を言われた方から、今後は5人以下で遊ぶというような形を言われましたけれども、その前にその後ですね、こちらの方に児童センターの保護者の駐車場での利用について意見をもいただいていることもございます。小泉一馬議員。委員長、ちゃんと答弁準備するようにお願いしておいたんですが、がっかりです。3年12月9日の文書によれば、青木島保育園園長、遊戯室で室内で遊戯していても声がうるさい、青木島保育園の園長です。それから同じ日、青木島小学校教頭、校内放送がうるさいと言われたこともあると言っています。さて、遊園地が廃止してこれらの苦情が片付くんでしょうか。伺います。北沢都市整備部長。
答えいたします。遊園地の廃止については、これまで18年にわたり近隣施設の管理者、私ども公園の管理者、また地元の住民の代表とお話をして対応し進めてまいりました。今この方の理由でと、意見をいただいた方の理由でということが、報道等されておりますが、今回の廃止に関しては私どもの方がこの長年のハード対策、ソフト対策を行った上で、施設の代表者のお話を聞きながら、私ども施設管理者が判断したものでございます。これまでもこの方の意見で流されてやってきたわけではございません。皆さんに遊園地を使っていただけるように、その思いでいろんな対応を進めてまいりました。また近隣の遊園地、小学校、児童館も遊び方を工夫することで、なんとか静かな環境につながるようにと努力をしてまいりました。そういった対策を行っても、残念ながら問題解決には至りませんでした。そういう中で苦渋の選択ではありますが、廃止を判断させてもらったものです。我々管理者が管理者の責任を持って判断させてもらったことです。この方の意見で廃止を判断したものではございません。また合わせて、じゃあ子どもの遊びはどうする、遊びはどうするんだということについても真剣に考えました。その中でこの遊園地には幸い道路を挟んで北側に小学校のグラウンドがございます。そちらでお子様方には少し距離は遠くなってしまいますが、そちらで今の遊園地よりも広いグラウンドで遊んでいただける中で遊び場の確保はできるのかなと考えて、廃止にも至っているところがございます。これからもこういった今までの取り組みですとか、代表者でお話しているそのあたりもですね、十分にご説明をしながら、この廃止のことについては対応してまいりたいと考えております。いや、答えてないですよね。小泉一馬議員。で、教育委員会にもお尋ねします。苦情やむんですか、学校への。勝野教育次長。放送に関してのご意見につきましては、運動会の時だというふうに聞いております。その後、運動会でのボリューム等の配慮はしているということであります。小泉一馬議員。保育園遊戯室がうるさいって言われてるけど、これ苦情やむんですか。肥大子ども未来部長。これまで保育園にいただいたご意見といいますのは、大きな音を出すことがあればでしたけれども、今現在遊園地も利用しておりませんし、利用するにあたっても0歳1歳の乳児がお散歩カートに乗って遊園地に行く程度でございます。また音のうるさいというものに関しては、児童センターでは今現在活動している中で外の遊びについてご意見をいただいておりますけれども、あと保護者の駐車場に関してはご意見いただきましたが、施設内での活動に関してのご意見はいただいておりません。小泉一馬議員。失望させられました。真面目に考えてください。千代田区子どもの遊び場条例のように、市民が子どもの外遊びについて市の施策に協力する努力義務を定める条例の制定が必要ではないでしょうか。
北沢都市整備部長。答えいたします。理念条例の制定につきましては、条例が制定されております千代田区の都心で敷地が確保しにくいという特性と、公園遊園地が727箇所ある長野市の状況を比べますと現在のところ必要性はないものと考えておりますが、今後は他自治体の動向を注視しながら、考えてまいりたいと思っております。小泉一馬議員。今国民世論は青木島遊園地存続にあります。この雰囲気の中で廃止を強行すれば、地域での苦情持つ世帯の立場を危うくすることになります。苦情持つ世帯が態度を軟化させているように見える今、廃止は立ち止まって見直すべきではないでしょうか。市長。麦原市長。お答えいたします。先ほど来議員からいろいろとご質問をいただきました。廃止ありきの進め方ではないかというお言葉もございましたけれども、やはりこの18年間という長い月日を考えますと、やはり多くの関係者の方々がやはり子どもたちの居場所を確保したいという思いの表れではないかと考えます。この18年間というものが長いか短いかというのは感じ方次第だとは思いますけれども、私は非常に長い期間ではあったかというふうには思います。そのような中で、この度、ご紹介をさせていただきましたけれども、やはり地域の皆様が、話し合いの結果ですね、そしてまたお地元からこの廃止の要望が出されたことに対しまして、私としても非常に苦しい判断ではありましたけれども、このまま手続きを進めさせていただきたいと思います。なおたった一人の、あるいは一世帯のという言葉が大変一人歩きをしておりまして、今 SNS 上などでですね、非常にその個人攻撃的な様相が見受けられますのは大変私は危惧をしております。そういったことがないように、我々行政としては個人の特定につながらないような配慮を持って進めてきたところでございまして、この場をお借りしてそういったことになれないように皆様にはお願いをしたいと思います。小泉一馬議員。廃止を青木島の子どもたちに市役所の誰がいつどのように伝えるんですか。北沢都市整備部長。お答えいたします。先ほどもご説明いたしましたが、これまで施設の代表者ともお話をして進めてまいっております。また地区の代表者のご意見、また要望書の提出も受けております。そういった中で私どもが施設管理者として判断したことでございます。今後今の質問のお子様に対してということについては、現在のところ答えは持ち出しておりません。小泉一馬議員。市長は子育てを応援すると選挙公約で言ってたのに、遊園地廃止とそれどのように相違をするんでしょうか。荻原市長。
私としては市長の立場で子育て支援に力を入れさせていただいているつもりです。一方でやはり住民の皆様のそれぞれの声というものも大切にするのが行政の役割だと思います。そのような中でですね、より一層子どもたちがのびのびと過ごせる環境づくりは進めていきたいと思います。小泉一馬議員。チルドレンファーストは長野市にありませんでした。以上です。すごくパーソナルな個人的なことのように見えて、実は話をしてみると、あ、自分だけそれで悩んでたんじゃないんだっていうふうに思うことってあるんじゃないかと思うんですよね。実は私も県議会議員選挙に立候補するまでは非常勤の仕事をしてました。大学や専門学校で、非常勤で教える仕事をしていました。で、今日本の科学力、科学技術ってもともとすごくレベルが高かったんだけど、今例えば論文の引用率がすごい下がっていたり、ブレイントレインですよね、日本から頭脳が海外、この前NHK のニュース見ててうわーって思ったんですけど、やっぱり本当に優秀な方が例えば中国の研究所に移って、そこで10年以上研究続けて大きな成果を上げているっていうのを見たりしたんですけど、日本だと研究者の人たちなかなか続けていけません。